バイキングは1958年制作のアメリカ合衆国の映画である。アメリカでは1958年の6月28日、日本では同年の9月20日に公開された。TV 放映、現在発売されているソフトのタイトルはバイキングだが、初回公開時はバイキングと表記されていた。旧世紀、北欧一帯はバイキングの活躍の場となっていた。 悪名高きバイキング王ラグナーは、イングランド王を殺害し、王妃、エニットを、我がものとした。その後王位を継いだのは、野望に燃えるエイラで、エニットは、ラグナーの子を産んだものの、神父ゴドウィンに手放すように悟され、別れる際、その子の首に、イングランド王家に伝わる剣の宝石を外して、かけておいた。歳月が流れ、ラグナーとエニットの子エリックは、運命。一方、 ラグナーの子アイナーは、鷹城をしていたエリックと争いになり、鷹のせいで片目を失う。罰せられようとしていたエリックの首の宝石から、イングランド王家の後継者であることを見抜いたエグバートは、巫女と二人で彼を助け、エリックはアイナーに捕らわれていた、ノーサンブリア王女、モーガナとイングランドに脱出する。ラグナーが後を追うが、船は難破し、 エリックに助けられたところをイングランド兵士に捕らえられ、ラグナーは死罪となり、狼の穴に投げ込まれる。一方エリックはモーガーナとの結婚を望むが、エイラはエリックの左手を切り落とし、国に返してしまう。国に戻ったエリックはイボ兄で敵でもあるアイナーと手を組んで、イングランドに攻めいる。アイナーはモーガーナがエリックに心を寄せていること、そしてそのモーガーナから、 自分とエリックが異母兄弟であることを聞かされて、エリックと激しく争うが、一瞬の気の緩みから弟の歯に倒れる。それからしばらく後、アイナーのトブラインの船に火が放たれるのを、エリックとモウガナが見守っていた。ロケに使われた、フランスのフォールララット食べ放題の料理の一例、キネマ人宝ベスト1085回前九百9 2 4から2一1 1 4 9ページ。 ありがとうございます。